ニュースマグビです。剛力彩芽さんとスタートトゥデイ前澤友作社長の熱愛写真、その翌週には石原さとみさんとライブ配信サービスショールームの前田裕二社長の沖縄旅行が発覚しました。相次ぐ社長と女優の交際結婚、一体どこで出会うのでしょうか。都内の IT 社長の証言によると、飲み会ですねとのこと。合コンというより飲んでいる席に誰かが女優さんや芸能人を呼ぶようです。飲み会はレストランの個室か社長の自宅で開かれることが多いそうです。万引き家族の公式上映のためフランスカンヌに足を運んだキキキリンさん、時折苦しそうな様子を見せていたようです。メディア関係者によると、かなり疲れていて体調が優れない様子、歩くのはとてもゆっくりだし、ぼんやりしていたり肩で息をしたりするシーンもあったそうですとのこと。キキさんは最後は自宅で迎えたいという希望を本木雅弘さんに伝えているそう。すでに家も準備し断捨離を進めているとの証言もあります。放っておけない雰囲気と萌えを醸し出し、グラドル界の妹代表といわれる平野萌さんが10作目の記念すべき作品となる最新イメージクレッシェントをリリースしました。平野さんは2017年1月に DVD でデビュー、すぐに人気に火がつき、デビューからわずか1年半足らずで10作目を発売するに至りました。昨年末から始動しているアイドルユニット L にも在籍、グラビアだけでなく歌やダンスでも魅力を発信しています。雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビ。